ネザーがどうなっているのか見てみたい。確かにあまりネザーはお見せしたことがなかったですね。見に行ってみましょう。このワールドのネザーへの入り口はこちらです。この空港からネザーに入ることができます。現実での移動手段として飛行機は最も速いもの、マイクラでの移動手段はネザー内の移動が最も速いということで、これを組み合わせたアイデアになります。まずは空港のターミナルから飛行機の搭乗口を目指します。ピア島から見る滑走路もめちゃくちゃ綺麗ですね。この搭乗口から飛行機に乗りますが、まずはトイレに寄っておきましょう。トイレから出たら搭乗口から飛行機に乗っていきます。そうすると機内にネザーゲートがありますね。ここからネザーに入っていきましょう。ネザーでは氷海の上をボートで移動します。そして到着したここがゲームオンクラフトのネザーですね。ここには植林場や各種トラップなどの施設があります。ですが主に倉庫として使っていまして、多くの資材がこのタンクに詰まっています。コストコの倉庫みたいですね。在庫表示のランプもついているので少なくなった資材も一目瞭然ですね。